今日はマガジンのガス漏れの修理を行いたいと思います。ガスガンのマガジンを分解するときにはこちらの工具が必要になります。なので用意しておくと便利ですね。でおすすめの工具は下記に URL を貼っておきます。でそして今回結果として VFC の AR15K と G36 シリーズの共通の注入バルブの O-リングが劣化していて、それが原因でガス漏れが起こっていました。で今回使う O-リングはインターネットで購入しました。でまずガスガンのガス漏れが起こった場合はパッキンやネジの締め付けを確認します。で次にガスを入れてガスが漏れている箇所の点検をします。で音が出ているところを確認したら分解していきましょう。で今回は注入バルブのようですね。修理の方法は主に3つあります。で1つ目はOリングを交換する。で2つ目はシリコンスプレーを塗布してみる。で3つ目はOリングを煮沸してみることになりますね。でOリングに塗るグリスは塩素系だとゴムを犯すので必ずシリコンスプレーを使いましょう。でこれはバイクや車でも同じですね。で今回は注入バルブが原因なので専用の工具を使って分解していきます。でシリコンスプレーを吹いてもダメだったのでオーリングを交換していきたいと思います。それでは実際に分解していきます。まずはここを引き抜きます。はい、でこのまま逆さまにしてちょっと叩くようにすると落ちてきます。はい、で注入バルブここにあります。でバルブレンチを使って分解していきます。これで取れます。で注入バルブが原因でガス漏れがしている場合この2つのオーリングのどちらかが原因になっていることが多いです。この2つのどちらかですね。で小さい方のオーリングはこう普通にしていると重なっちゃってて取れにくいのでここの後ろを押してあげると取りやすくなります。で外すときにピックツール、こういうピックツールとかがあればやりやすいです。まずはこっちから外していきます。よいしょ、取れました。で次こっちのちっちゃい方も、やりづらいね。でちょっとネチャネチャしてやりにくい場合はティッシュで拭いてあげるとマシになります。ちょっとだけ。はい、取れました。でこっちの2つが古い方です。でこっちが今新しく用意した新品のものですね。でこれを新しいものに取り替えていきます。よいしょ、まず大きい方から。はい、簡単ですね。で、ちっちゃい方はまた後ろを押してあげて、で、新しいやつ、見えにくいな。はい、新しいやつを、こうですね、つけてあげます。これで、
オーリングの交換は完了です。で、新しいゴムに変え終わったらまたシリコンスプレーをかけます。で、下にティッシュ用意しておくといいですね、汚れないので。で、シリコンスプレーは潤滑剤としてまた新しいゴムを守ってくれるので必ず拭きかけましょう。はい、シリコンスプレーがかけ終わりました。で、ここのオーリングが変え終わったので最後また組み立てます。これを戻して、で、またこれです。はい、OK です。で、ここを締め終わったら一旦この状態でガスを入れてチェックしてみます。で、ガスが漏れていないことを確認できたら、これでガス漏れ修理が完了です。あとは最後組み立てていきます。これで完了です。以上、ガスガンのマガジンのガス漏れの修理についての動画でした。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。